皆さんおはようございます。私この人ですと72になりましたですよね。はい、66歳の時に外国大へ行きまして、69歳で研究を動くということでこの動画を作っております。まあね、私の趣味でやってるチャンネルです。まあいろんなことやってますけれども、まあぜひこの機会に動画登録とメールマガ登録やっておいてくださいということで、ね、今日の話もあれなんで、今さっきはね、まあ、いろいろ、まあ、皆さんの勉強風の話なんかよく聞きますけれども、昨日はね、実は京都へ行ってたんですよね。で、まあ京都の ビジネスホテルに一泊泊まってきたんですけれども、まあ、その前にね、いつものよく行く伏見なり行ってきました。まあ外人ハントが目的で、一番ねオーストラリア人の男性50代ぐらいの方ですかねと結構こう長く話し込みました。どういうものかな、まあ日本へ来るぐらいの方ですからね、当然親日家の方で、まあ日本大好きということで、なんと5回目で、日本へ来るのね。でしかも今回90日間の休暇だって言われるんですよね。すごいよね、90日間も休暇を得るんですかと思って、びっくりしました。ちなみに、まあ、製薬会社のなんかプログラムの仕事をしてるんだって言われてましたですよね。まあ、それが具体的にどんな仕事なのかちょっと私はよく分かりませんけれども、で、まあ、ちょっと奥さんにお会いすることはなかったんですけれども、ベトナム人の女性だって言ってましたよね。はい、まあベトナムからもねオーストラリアで多くこう移民されてますので、まあそういうこともあるのかなっていうふうに思いましたですよね。そういえば結構私の知り合いのカナダ人白人の男性の方ですけど、ね、その奥さんというのはフィリピン人の方でしたよね。結構こうアジアからこう英語圏へ行かれた女性がまあ、そこのね、まあ、白人男性と結婚してるっていう結構あるんだなと思って話聞いておりましたですけどね。まあ英語ね、せっかく習ってんですから、そういう生かしていただく外人ハントを大いにやっていただきたいなと思うんですけど、まあこの会員のここの会員の中でも結構そういうことをされる方もいますけども、数は少ないですよね。で多くの方はね意外にそういうことはあんまりやらないみたいですよね。せっかく英語習ってね喋れるようになって、なんかオンライン授業ですか、あんな出会って練習してないったら、ね、実践で大いに使っていただいたらいいと思うのに、なぜかあんまり実践の方へ出てくる人は少ないですよね。外人ハントってね、基本的にねそんな難しいもんでも何でもないんですよ。なぜならね、まあ主に観光旅行で来られてる方相手ですけれども、そもそもね日本へ観光旅行で来られてる方っていうのはね、基本的に日本が好きなんですよ。いや、そもそも嫌いやったら来るわけないからね基本的に。で基本的に日本が好きで来てて、まあ、日本人なんかと話できたらいいよね、友達になれたらいいよねという潜在的な需要ってのはごっつあるんですよね。ただそれをねどういうふうにしてうまくこうピッと自分の会話力と結びつけるかっていうのは、まあまあ応用編ということになりますけれども、慣れてきたらね大体ねこの人いけるなってのは分かるようになるんだよね。ナンパ術を磨くとね引っ掛けやすい女性が分かるという、ああいう感覚でねこの外人ハント術も磨いてくるとね、一発で この人いけるって分かるようになるんですよね、雰囲気的にね。分かりますね。それでだからもう私なんかほとんど外したことがないというか、結構すぐに親しくなってこういろんな話ができるようになりますよね。まあそういうのはまあ面白いし実践として磨かれますよね。ちなみにねちょっと一個だけ間違ったのかな。この方の会社ねファーマスーティカルって言うんだけど、ちょっとパッとね非常によく使う単語ですよね。ファーマスーティカルっていうかね、あれは薬学っていう意味ですよね。ただねパッと頭に浮かばなかったんですよね。もちろん知ってる単語だったんですけど、日本語との断絶が起こっとったみたいで、ちょっとすごく困ったことは、まあそのファーマスーティカルたまたまちょっとなんかあったらすぐに思い出したけどね、すぐに思い出したけど、それとあと職業聞くときね、ファティズやコーリングって聞いたね、
全然通じないんだよね。もうただコーリングってのはちょっと古臭いんだと思うんですよね、言葉としてね、古臭いと思うんですよね、やっぱり。で分かんなかったから、あ、いやジョブって言ったらもうそれは一発で分かりますけどね、あの私学校で習いましたよね、あのコーリング、あのこれが職業ってね、うん、まあ、ちょっとなんかちょっと宗教かかった感じの言葉ですよね。まあそういうこともあって現代英語ではもう使わないのかなっていう、そういう感じ、印象を受けましたよね、うん。まあそんなこととか、まあ英語でちょっと詰まることっていうのはたまにちょっとありますけど、そうでない限りは大体ほぼもうスムーズにいろんな話できるようになってるんですけどね。まあその辺もね、練習で磨いていったら大いにいけると思いますよね、うん。まあ、やっぱり実践でね、行くっていうのはね、一つはね、何が飛び出てくるか分かんないでしょそれと度胸もいりますよね。もう分かんないとこなんか適当に言い換えて持っていくという、そういう形ですよね、うん。まあそうすりゃ、それと基本的にね、日本好きで来てるし、日本人と話して嫌なことはないわけなんですよね。嫌だったらその話にならないからね、それは面白いと思うから向こうも乗ってくるわけですから、それでやっていただいたらね、本当に実践で磨かれていきますのでね。そうするとその時、あ、こう言った方が良かったんかとかね、後でそういうことを考えて調べたりするようになりますのでね、やっぱりそういうことを実践をねやっとかないと、面白みが広がっていかないですよね。ただ単に学問的なね、こう勉強ばっかりっていう、まあもちろんそれは基本的に必要なことなんですけれども、それだけですとね、やっぱりなんかこう、どうしても詰まってきますよね。やっぱり新しい発見とか、パッと感じるところのものっていうのはやっぱり実際の会話とか実際の生活の中で初めて生まれてくることですからね、うん。まあそんなんかなと思いまして、でまあ時たまね、私はホテル泊まり一人泊まりする時あるんですよね。そうするとね、結構自分一人で自由に時間使えるっていうことがあって、なかなかね、まあ、皆さんもそうですけど、家庭をお持ちだったらね、なかなか自分の時間ってそんなにこう、確保できないですよね、うん。まあ私なんか無職でね、もう今や夫婦2人だけの生活になって、それでもね自分の時間を確保するっていうのはなかなかごちゃごちゃがある時に、まあたまにね一人でポッとビジネスホテル泊まって、じっくりと本でも読んでみようかという、そういう機会っていうのはね、まあなかなかいいもんですよね。ちなみにまあ最近ね、合衆国でまあ話題になってきてるっていうのが、次のね、今年が選挙ですよね、大統領の選挙ということで、今方ですよね、トランプさんが注目されてますよね、うん。まあそれで、まあ、どうもほぼ間違いなく共和党の、まあ、指名第一候補になってくるだろうということで、まあどうしてもね、私特にニューヨークタイムズ読む会とかやってて、ニューヨークタイムズの記事とか送ってますので、ね、皆さんに、会員の皆さんに送ってるんですけども、ニューヨークタイムズってね、基本的にあれ大都会のインテリの読む新聞なんですよね。ですからアメリカの半分しかフォローしてない、あと残り半分は農村地帯とかいろんなところに住まれてる、別にそんなニューヨークタイムズなんじゃそれはと言ってるような人たちが人口の半分を占めてるわけですから、そっちの方が見えなくなっちゃってるんですよね。どうしてもああいうインテリの雑誌ば新聞ばっかり読んでますとね。ですからそういう点でできるだけこうね、トランプさんの支持者の話なんか聞きたいなと思って、注意して、いろいろ読んだりはしてますよね。ですからこの間送った記事にも一つ出てましたですよね。まあ、結構こうなんていうかね、ドロップアウトされて、ちょっとまあ麻薬とか犯罪にまで手染めちゃった方が、まあ、政治に対してちょっと喋って、ニューヨークタイムズで書いておられましたよね。でそれであっと思いましたのはね、そういう、まあ、ちょっとドロップアウトしたというか、メインストリームからずれたった人たちの気持ちってのはよく分かりますよね。どうしても自分らみたいなものは誰も目かけてくれないと、いわゆる東部のエリートたちが政治を動かしてると、それに対するこう不満がこう鬱屈してるんですよね。そういうのをパッと拾い上げてきてもらってるのがトランプさんという感じですよね。ですからそういう人たちがこう熱心なトランプ支持者になってくるんだなということが、この間ねちょっとそういうニューヨークタイムズの記事でも出てましたですよね。やっぱりそういうところを見てくると、まあ、アメリカの今の分断されてる問題とかいうものがね、こういうところで出てきてるんだなというのが分かりますよね。まあそれとね、やっぱり基本的に、ね、グローバル経済
それともう一つはデジタル革命ですよね。ですからグローバル経済とデジタル革命にうまくこう乗っていった方は収入も上がりますし、いい感じでいけるんだけれども、残りの半分ぐらいの人はもう置いてきぼり食らっちゃってるという、そういうことがありますのでね、これをどうやってこううまく調和させていくかというのは基本だと思うんですけど、特にアメリカの場合はね、それにまあ宗教とかイデオロギーが絡んできて非常にこう対立がきついものになっていってますよね。そういうことは分かりますわね、まあその辺が結構今の現代アメリカがも抱えてる課題だし、そういうのをこう英語で読んでいくっていうことによって、まあ、自分たちのね知見が広がっていくという、まあ、一方的な方向だけやなしね、ああこういうことでこんな問題が出てるんだなっていうのがやっぱり英語を通じて分かってくるという、まあ、その辺が面白さですよね。ただまあそういうあたりに面白さを感じるとこへ行くまでにはやっぱりかなり上達しないとね、なかなかこう、低いレベルでは難しいですよね、まあただそこまで行くかどうかっていうのは、まあ熱心にやるかどうかに決まってくるんですけど、まあ、それ以上にねそういうことを原動力としてこう、ぜひ知りたいというそういう気持ちがないとね、続いていかないですよね、まあ単に英語が面白ければいいっていうのもなかなか、行き詰まっちゃいますよね。ということで、まあまあそういう大きな目標を持ちながら今日も頑張っていきましょう。